初めて原爆ドームを見る。テレビであれだけ見てたけど、やっぱ百聞は一見にっていうのはこういうこと言うんだろうな。そうだね。やっぱドーム部分しかあんまり見ないんだよね。だけどドームじゃなくて周りのこう朽ちてしまっているところを見ると、本当にその時の凄さが本当にまたさらに分かる感じだよね。うん、行ってみようか。うん。今日は旅を始めて、行きたい場所ではなく行かなければいけない場所の一つ、ここに行きたいと思います。今まで修学旅行とかでは一度も行っていない、まだ触れていない場所なので、噛み締めて行きたいと思います。ドームの中ってあんな風になってるんだ。ね。瓦礫は当時のままそのまんまなのかね。こうやって今鳥が飛んで、街の人がいろんな声が聞こえて音がしてるけど、当時戦時中でも朝の忙しい時間のおはようなんて言葉があるところで、一瞬でこんななってしまったんでしょうね。なんと思ったら言葉が出ないんですよ。広島、平和の象徴。私たちの旅も平和でなければできません。いつまでも平和な世の中であってほしいものです。